夏井茂は日本の外交官。2008年6月18日から2010年8月20日までカザフスタン中察特命全権大使。東京都出身。埼玉大学中退。1970年外務省に入省する。ソ連大使館、外務省ソビエト連邦下、サンフランシスコ総領事館などで勤務する。1996年ベラルーシ臨時代理大使。1999年外務省欧州局ロシア化企画官。2001年欧州局新独立国家室長。2003年8月、ユジノサハリンスク総領事を経て、2008年6月18日から2010年8月20日まで、カザフスタン中察特命全権大使。退官後は、筑波大学客員教授や日露、青年交流センター事務局長、福島チェルノブイリ交流協会上級顧問などを務めた。カザフスタン大使に夏井氏ライビダー。ライビダーブログ2014年4月29日閲覧。筑波大学特別講義大学と学問。筑波大学。2014年4月29日閲覧。読売新聞2020年11月3日。官報号外。第230号。令和2年11月4日。ありがとうございます。